本堂吉祥寺は、東京都文京区本駒込三丁目にある、総当州の寺院。三号は、諏訪山。群馬県の永元寺の松寺、神奈川県の西条寺の孫松寺にあたる。室町時代1458年に、大田も千助の会期で、江戸城内に、西岸収容を解散に招いて創建した。同館は、江戸城追記に最初は田層付近の井戸から、 吉祥と国名した金印を終え、これを追称として、西願を生じて、西の丸に建立した。三郷はこの地が、諏訪神社の社地であったことによる。戦国時代には、小学坊、足利義氏の実母で、北条愚実名の娘でもある義春院の遺廃が安置されていたという。後徳川家康の関東入府に伴って、駿河台に移り、明暦の大化と江戸大化によって、 現在の駒込の地に移転した。江戸期には境内に、後の駒沢大学となる学寮、千段林が作られ、万次三道四郎が規則を制定して、大いに繁栄し、幕府の学問所、昌平校と並んで官学の一大研究地となった。多くの学寮、両者を備え、常時千人余りの学僧がいた。学寮には、学徳顕微の者が選ばれて、寮主となり、 両主はさらに役員を選び、役員によって学問の指導や日常生活が合議によって運営された。教科目は内転と外転で、江戸の中期以降は感覚が重視された。そのため、僧侶以外でも寺院に縁故のある旗本の指定、寺侍が長考した。児童は近代まで7動画欄を誇っていたが、東京大空襲で消失し、 わずかに三門と共像を残すのみとなった。現在は復興され、本堂、客殿、栗などが点在する。いくつかの古代大,大名、旗本の枝の菩提寺であったことから、松前石弘など、通常国元の菩提寺に葬られるはずの意外が、諸事情により、当時に埋葬されている事例もある。ただ、新城家の墓所をはじめとして、無縁状態の墓所が多く、 今後整理される可能性がある。また、関東大震災後の破壊死の整理で、大名や旗本などの古い破壊死の多くが打ち捨てられていたことから、一区会という日連集系の宗教の人々の手により他の駒込近辺の寺院にあった旧破壊死などとともに、現在の稲城市の有形山まで運ばれた。道地は現存しているが、現在市によって大規模な再開発が行われている。 ABCDEFG 江戸名所図へ 1927P293ABC 文京区の寺散策。ありがとうございます。